キリングイブ、キリングイブは2018年からアメリカ合衆国の BBC アメリカで放映されているイギリス制作のテレビドラマ。原作はルーク・ジェニングスのスリラー小説ビラネルシリーズ。ヨーロッパ各地で暗躍するサイコパスの暗殺者ビラネルと彼女を追うイギリスの情報機関未録の女性捜査官イブの攻防を描いたスパイスリラー。主演はサンドラ・オート・ジョディ・カマー。 2018年4月8日から同年5月27日まで、シーズン1前8話が、2019年4月7日から、同年5月26日まで、シーズン2前8話が、2020年4月12日から、同年5月31日まで、シーズン3前8話が放映されており、シーズン4の制作が、発表済みである。日本ではワウワウで、シーズン1が2019年2月6日から、 シーズン2が同年11月14日から放映され、シーズン3が2020年7月7日から放映されている。見後の職員であるイブ・ポラストリは、日々の退屈なデスクワークにも、優しい夫との穏やかな生活にも不満を抱いていた。そんなある日、ウィーンで、ロシアの政治家が暗殺された事件をきっかけに、暗殺者マニアであるイブは、ヨーロッパ各地で暗躍する。 謎の暗殺者が女であると推理し、上司に黙って捜査を始めるが、重要な証人を殺された上に違法な捜査を行っていたことが、上司に知られて解雇されてしまう。しかしイブの才能に目をつけた魅力のキャロリンは、彼女が統括する極秘捜査チームのリーダーとしてイブをスカウトする。こうしてイブは謎の暗殺者を追うことになる。一方、暗殺者ビラネルは、 ビラネル本人も正体を知らない謎の組織の指示で動いていた。彼女は自らが殺した人間が死に至る姿を見ることを楽しむサイコパスだが自分を追うイブの存在を知るとイブに激しく執着するようになる。長年の相棒であるビルを目の前でビラネルに殺されたイブはビラネルに激しい憎しみを抱くがビラネルを追うにつれ徐々に 彼女に対して抗えない魅力を感じるようになる。ビラネルのパリのアパルトマンを突き止めたイブはそこで、ビラネルと出くわす。二人はベッドの上で語り合うが、そこで完全に油断したビラネルをイブは隠し持っていたナイフで深く刺す。動揺したイブを残し、ビラネルは姿を消す。ビラネルはイギリスに入国する。新しいハンドラーであるレーモンドの下で仕事を。 再会するが、ビラネルはレーモンドを気に入らない。一方、ビラネルの前のハンドラーで、ビラネルに撃たれて死んだとされていたコンスタンティンが、家族の安全を条件に、キャロリンにかくまわれていることを知ったイブは、コンスタンティンに、家族の居場所を教える条件で、ビラネルの隠れ家を聞き出す。しかし、イブたちが隠れ家に乗り込んだ時には、すでにコンスタンティンは、ビラネルを連れて逃亡していた。 こうしてコンスタンティンとビラネルはフリーランスの殺し屋チームとなる。そんな中、ビラネルとは手口の異なる別の女性暗殺者が IT 業界の大物ありアリスター・ピールを密かに殺し、彼の周辺で殺人を繰り返していた。イブはその暗殺者を捕らえるが依頼主についてガンとして口を割らない彼女に号を煮やし、ビラネルに協力を仰ぐことにする。イブは 自らの殺害依頼という形で、ビラネルを呼び出す。ビラネルは、イブの依頼通り、暗殺者の口を割らせる。暗殺の依頼主は、アリスター・アピールの息子で、後継者のアーロンだった。イブは、ビラネルを潜入捜査に使って、アーロンを調べることにする。ビラネル同様に、サイコパスであるアーロンは、ビラネルを大いに気に入り、潜入捜査は、順調に進むかに見えたが、 ビラネルの発した言葉を合言葉と認識したイブが現場に乗り込んでしまったことから潜入捜査は失敗。アーロンはビラネルにイブを殺すようにそそのかす。しかしビラネルは躊躇なくアーロンを殺す。アーロンの逮捕を目的としていたイブは動揺するがビラネルがアーロンを殺すことは実はキャロリンの目論み通りだったと知り愕然としたイブは手を引くと宣言する。一方、 ビラネルはコンスタンティンがすべてを了解済みだったことを知るとコンスタンティンと別れる。イブを迎えに来たビラネルの前にレーモンドが現れてビラネルを殺そうとする。イブはビラネルを救うためにレーモンドを殺してしまう。こうして二人は逃亡することになる。しかしビラネルが銃を持っていながらレーモンドを撃たなかったことからビラネルがあえてイブに人殺しをさせたことに気づいたイブは ビラネルに別れを告げて去ろうとする。そんなイブをビラネルは撃つ。イブは一命を取り留めたものの、魅力をやめ、韓国料理家の厨房で働いていた。孤独な生活を送る彼女を心配したケニーの誘いで、イブはケニーの現在の職場を訪れるが、そこでケニーは謎の転落死をする。ケニーの死は自殺として処理されるが、彼が謎の組織、 トゥエルブについて調査していたことから、イブは、ケニーの同僚部屋やその上司のジェイミーらと独自に調査を開始し、その過程で、ビラネルの足跡も追うことになる。一方、ビラネルは、殺し屋としての死だったダーシャと行動を共にしていた。しかし、これまでのような、使われるだけの仕事ではなく、使う側になりたいと希望するようになるが、なかなか思い通りにはいかない。そんな中、 ビラネルは自分を捨てた母親を訪ね、彼女と改めて対峙する。しかし、彼女への憎しみを再燃させた。ビラネルは、母親の再婚相手を含めた家族のうち実の弟を除いた全員を家ごと爆殺する。殺しの仕事に嫌気がさした。ビラネルは、別の仕事をしたいと考えるようになるが、かつて自分と契約したいと提案してきたキャロリンからは、 殺し屋以外に使い道はないと告げられる。ベアが好物の菓子を盗み食いしている犯人を突き止めるために設置していた監視カメラの映像からケニーが最後に会った人物がコンスタンティンであることが判明する。その事実を知った母キャロリンはかねてよりコンスタンティンを裏で操り、トゥエルブのメンバーと目されていた上司ポールの自宅にコンスタンティンを呼び出す。そこに イブとビラネルも同席する。コンスタンティンは、ケニーの殺害を否定し、ポールの指示で、ケニーに警告して、トゥエルブに協力するよう言っただけで、おじけついたケニーが後ずさりして転落したのだと、釈明する。キャロリンは重口をコンスタンティンに向け、命乞いをする彼を殺そうとするが、そこで、突然ポールを撃ち殺し、自殺として処理する一方、コンスタンティンを逃す。 イブとビラネルは関係を断とうとするが、それはできないことであると二人は確認する。第76回ゴールデングローブ賞のテレビドラマ部門において作品賞にノミネートされ、主演のサンドラ王が主演女優賞を受賞している。他にも主演の王が第9回テレビ批評家協会賞の主演女優賞や、第25回全米映画俳優組合賞の女優賞を受賞している。 ロッテントマトズによれば、批評家の一致した見解は、魅惑的で意外性のある、キリング・イブ、キリング・イブのスパイ対スパイの奇想天外で、ひねりのある展開は、最終的にサンドラ王の才能を生かした大胆で楽しい賞をご褒美として視聴者に与えている。であり、101件の評論の内高評価は96%に当たる98件で、 平均して10点満点中8.28点を得ている。メトクリティックによれば、22件の評論のすべてが高く評価しており、平均して100点満点中83点を得ている。第71回プライムタイムエミー賞において、作品賞など5部門で計6つのノミネートを受け、そのうち主演女優賞をジョギカマーが受賞している。ロッテントマトズによれば、 非評価の一致した見解は、刺激的な、追いつ追われつのゲームがまだそのコアに根ざしている。キリングイブ、キリングイブは、シーズン2を迎え、かなり高い危険度、陽気なダークユーモア、そしてキャラクター感の魅惑的なダイナミックさで見るものを、虜にし、最高のスパイスリラーの一つとしての地位を固めている。であり、68件の評論の内高評価は92%に、当たる64件で、 平均して10点満点中8.2点を得ている。メトクリティックによれば、22件の評論のすべてが高く評価しており、平均して100点満点中86点を得ている。ロッテントマトズによれば、批評家の一致した見解は、キリングイブ、キリングイブシーズン3が、さほど深くなくても、ジョギカマーとサンドラ王のキラーケミストリーを見ることが、できる とてつもなく楽しいショーケースであることに変わりはない。であり、49件の評論の内高評価は80%に、当たる37件で、平均して10点満点中6.76点を得ている。メトクリティックによれば、15件の評論のうち、高評価は7件、賛否混在は8件、低評価はなく、平均して100点満点中62点を得ている。ありがとうございます。